ですから、はい、フォアボールはそう少ないピッチャーですよね、はい、随分しかしここのところ数試合一度まあ抹消になって、脇腹の痛みもあったんですがその後で相当クイックを研究はしましたね。はい、そうですね、はい、フライになった。クラークへのバント失敗のフライになりましてワンアウトです。これね、揺さぶりをかけているようですが展開ですよね。そうですね、これはもうお互いのチームが言えることだと思いますけどね、はい、空振り三振。カブレの場合は非常に特徴的なのはその修正をした後の立ち上がりは本当素晴らしいですね。まあ、それと、私たちが思うほど選手を意識してないというかね、はあはあ、嫌なバッターが続々と出てくるなというふうには思ってないですよ ね、ね、そこに力がついてきたって感じがね、あ、なるほど、はい、しますよね。7球目低め148キロ角度がありましたということで、ま、この立ち上がりはいわば、ま、想定範囲内ということで2者連続三振を含みます三者凡退でまずはすっきりと立ち上がったダニエル・カブレラでもあります。見事なボールでした。148キロ、もう一回見てみましょう。素晴らしいボールです。こういうシーンが多く見られるかもしれませんね、はい、2バッターに対しては。あっと、これはもう外に来た瞬間はっきりしないスイングになってしまいました。伊能は三振でまず立ち上がっています。1番平田、スライダー空振り三振ですね。それが山井のそのノーヒットノーランのきっかけにもなりました。ワンアウトからヒットを森野が放ちます。2番森野のヒットです。今高めにちょっとこう外そうとしてるんですけど、はい、ちょうどいいところですよ ね、 そうですね。もう一つ上だったらバット出さないんでしょうけどね、はい、高いかなという印象ありますね。フルカウント、沈んだ。フォアボールです。ダブルプレー逃れもありましてランナースタートを切りましたが判定はボールです。打ち上げてしまいました。森のハーフウェイ、荒波へのフライで2アウトランナー2塁1塁です。左バッターにはということになってます、まあ、そのあたりが先発ピッチャーとしての課題と、はい、そういうことでしょうね。ということになるでしょうね、はい、落としました。三振、しかしここはなんとかしのぎましたということでちょっと色の近い立ち上がりにはなったんですが、ともに前回の登板で久々の勝利を手にしましたカブレラと伊能で始まっています中日対横浜 DeNA の一戦は0対0です。フォーク、これですね。これはね、結構合ってないんですよね、はい、今のはなかなか見ないそのぐらいで、ね、徹底してこうリードしてますよね、はい、またフォーク、それでも合わせた。これは森野の技ありのバッティングでした。まだちょっとバッテリー考えざるを得ない打ち方でしたね、はい、まあその辺は森野のね、やっぱりこう技術っていうんですかね、はい、が上回りましたよね。鶴岡、伊能のバッテリーはフォークにこだわりましたがそのフォークに合わせました。いやー、うまく打ちましたね。そうです、このところマウスピースを使うようにして打っています。空振り三振、148キロ、今度は1点、ストレートにこだわりました、2人のバッテリーです。この回も1人ランナー出しましたが伊能、森野以外はヒットを打たれていません。3回序盤終了、0対0です。そうですね、ブルペンにいないんですよね。 DeNA は左ピッチャーが1人でこうやってくると三遊間割っていきました。右の和田が放ちました。ノーアウトランナー一塁で左の高橋周平、左の土野武宏というふうに回ってきます。今のボールです。ちょっと真ん中に入りました。ちょっと分かってますか、はい、ストレート詰まっている。レフトがあらかじめ右に寄ってましたが回り込みました。差し込まれましたね。
やはりあの、はい、上からちょっとかぶせるタイミングがずれてますよね、はい、アウトハイでしょ、まあ、アウトハイでしょ、そうですね、まあ、そうですね、そうですね、真ん中ちょっと外寄りでしょうかね、はい、で、はい、その後ファームに来なさいっていうのも ね、そうですね、厳しい世界ですけどね、はい、うわこれは落差がありました、思わずバットを叩きつけそうになりました、どの上、これは見事なフォークでした。ですけどこの高橋と堂上が打たないことには、ね、そうですね、このゲームはやっぱりこう主導権握れませんからね、この対戦はしかしこの直前のボールでしたかね、こともできませんしね、そうですよね、あまり大きなリードを取っていません、あっと初球をまた打ち上げてしまいました、第1打席と同じです、センターが掴んで3アウト、またノーアウトのランナー1塁を出して少しピンチができかかった伊能なんですが、ここもしのいでいます、0対0が続いています、アウトコース、今のボールですね、はい、いろいろ迷うんですよ、やっぱりバッターってどの球を狙っていこうかって迷いすぎて自分でハマっていくっていうか、ね、まあ、外のまっすぐでいいんじゃないですかね、それをコンパクトに捉えましてセンター前ヒット、16人目のバッター金城に初めてヒットを打たれましたカブレラです、外から少し真ん中に入ってくるようなボールです、はい、一番バットが出やすい高めでしたね、それとそうですね、はい、一番最短距離でバットが出る、はい、ストレート弾き返しましたけどね、モーガンが自打球を当てて今日はスタメン落ちしていそうですね、難しいと思うんでしょう、はい、まあ、1、2、3番以外になかなかこう足を使える印象のあるバッター野手が並んでこないという現状ではあるベイスターズです、まあ、それと次はピッチャーですから ね、 そうですね、やっぱりここで勝負するなら、はい、まあ、走らせてもいいとですよね、はい、あっとしかし149キロアウトロー、もうこれはしょうがないという感じでキビスを返して鶴岡も帰りました、初めてヒットを打たれましたが7個目の三振を奪いまして、この回もゼロ、ナイスピッチングが続いているカブレラです、いいですよね、今ね左肩左肘の、ね、使い方がいいんで、これもすくい上げた、いい当たりですがどうだ、抜けるかどうか、抜けた抜けた、考えたカットマンからセカンド送られますがスタンドアップダブル、これはもう伊能の立場からすると何を投げてもという感じです、全部芯ですもんね、そうですね、はい、あの、まあ、スライダーうまく拾いましたけどね、はい、ストレートフォークスライダー全球種を、はい、打ちました、ね、打たれました、伊能、はい、連戦ではこういう中盤から終盤2対失点を続けてきましたベイスターズ、結局ストレートのフォアボール、ノーアウトランナー二塁一塁、高い場面ではあります、セカンドランナー森の一塁ランナークラークに代わるダイソーの吉川、空振り三振、フォークボールはワンバウンド、手が出ちゃいましたね、ボール球でしたね、そうですね、なかなか鶴岡もこう引っ張ってね、ピッチャーをバッターに対していいリードをしてますよね、ストレートだ、146キロ一つ超えました、伊野見送りの三振、一つ気持ちが乗ったストレートだったんですが、高橋手が出ませんでしたね、全く反応できなかったですね、そうでしたね、これはもうキャッチャーのやつ、あ、もう待てです、それでもフォアボール、ストレートのフォアボールになりまして、三振を取った後のこのストレートのフォアボール、今ね、ドボウエが足上げて足まったと思ったらピッチャー投げてくるんですよね、はいはい、さあ2アウト満塁で谷繁、ここでフォーク引っ張った、レフトを襲っている、しかし守備範囲掴んでいる、田村三者残塁、6
回の裏ノーアウトランナー二塁一塁から始まったチャンス生かすことができませんでしたドラゴンズです。伊能踏ん張りました。熱投でもありました。6回終了0対0です。こういう楽しみな組み合わせです。おー鶴岡和成がバントの構えでベースカバーセカンド入ってるって詰め込んだトスもできない。やりましたね鶴岡。そうですねベテラン鶴岡和成これは予期できませんでした。今左手でねスライディングも上手かったですよ。そうですね上手かったですね、はい、ルーキー伊能の好投に応える魂のバントになりました。見事です。森野のタッチがね完全にこうかわすだけの距離が、ね、ファーストに回った森野のタッチができませんでした。トスしなかったですね。そうですねトスもしませんでした。まあこれはおそらく予期できない攻撃でもありました。やるんですねキャッチャー。そうですね。バントしたカブレラは一塁に送ります。ワンアウトセカンド。ワンアウトセカンドです。ストライク2。ヒソの狭い三遊間を割っていきます。逆にやや狭くしていた三遊間サードの高橋周平ほとんど動けませんでした。レフト前ヒットキャプテン石川つなぎました。ヘッドを遅らせて寄ってきたスクイーズ転がしたカブレラトスができないちょっと遅れた1対0 DeNA スクイーズで1点をもぎ取りました。結果鶴岡和成がかき回した1点です。やってきましたね。まさかと思いましたけどね。そうですねセーフティースクイーズではありませんでした。スクイーズ鶴岡のスタートよくボール1からの2球目飛びつきながら決めました。外国人投手はこれが、これでしょうね。この守備はねなかなかそうなんですよね、やってませんから。ここでもちょっと持った時にもうちょっと諦めてる感じにもすら見えました。いい当たりを打たれた前進守備外野がちょっとも浅かったその上を越えていく。梶谷は一気に二塁を回って三塁を落とし入れました。ベイスターズ一気加勢に2点をもぎ取りました。荒波スクイーズの後は梶谷のタイムリースリーベース前進守備のはるか上を越えていきました。最後今日はスタメンを外れているモホガンがお出迎え。ここはバレンティンがナイトゲーム昨日今日明日という3連戦で神宮です。と真ん中のボール危ないボールでしたがブランコは空振りの三振12三振を奪いながら8回荒波のスクイーズバント梶谷のタイムリースリーベースついに均衡を破れまして2対 0DeNA がリードを奪いました。吉川のところどうしますかねドラゴンズ、ね、そうですね、はい、まあですからその森野の出方にもよるかもしれませんがやーっとここはズバッときました三振。伊能に対しまして3打席3本のヒットを放ちました森野ですがここは三振です。吉川はそのままですね。お客さんたくさん入っている中でのそのなんていうんですかね持っているいいものがありますね。背番号3ですからね。しかしここは149キロ2者連続三振山口の剛球が上回りました。森野、吉川とね、はい、ストレートで抑え込みましたね。そうですね。ただまず完封されちゃダメでしょ、はい、今年はねそういうゲームは結構多くて、15試合あります。打ち上げた右中間に上がっているライト回り込んでいくボールがあと人伸びない。ストレートを叩いていきました和田の打球ですがウォーニングゾーンの中で
ライトのグラブの中に収まっています。8回の裏攻撃終了、三者凡退、山口が抑え、ファールになるということがいいんでしょう、はい、まずね、うん、なるほど、はい、だからそのピッチャーのボールに対する体感、はいはい、感じ方なんですけどね、これを上で、おっと素手で取りに行った操作、ワンアウトです。右手で取りに行きました操作、そうシュート回転のボールでしたね、はい、確かにそれほど強い軸足にやっぱり体重をしっかり乗せて、ファウルもちょっと力ないファウルもちょっと目立ちましたよね、だから今日彦のコーチもね、いろんな角度から大島のバッティング見てましたよね、はい、これはセンターの前に久しぶりのヒットが出ました。この劣勢の状況の中でちょっとこれは明日以降大きいかもしれませんですよね、そうなんですよね、そのリスクもはらんでいます。スタートを切りました、ストライク、そしてセカンドボールを遅れ、タッチアウト、三振、ダブルプレーで試合終了。 DeNA ジャイアンツ戦の3連敗から脱出、連敗は3でストップ、ドラゴンズの連勝も2でストップ、伊野自身連勝の4勝目をマークしました。そして何といってもヒーローはマスクをかぶった鶴岡カンナリ、バントヒット、そこから0対0の均衡を突き破ってみせました。これで5位 DeNA と4位中日、その差は 1.5 ゲームとなりました。いや最悪のケースになりました。いや三振ゲッツーはないと思ったらありましたね、はいはい、もう一度これが野球ですよね。そうですね、いわゆる見逃しましたね。そうですね、操作も決してコントロールのついたボールではありませんでした、はい、ただキャッチャー投げやすいね、はい、高さのスライド